は、ローマ帝国の皇帝、クラウディウス2世とも、軍人皇帝の一人、ローマ市民には人気を博し、神として祀られた。その統治は、比較的堅実であり、たびたび北方民族の襲来を破った。弟に、クインティルスがいる。213年あるいは214年5月10日に、生まれた。その蘇生は不詳であり、 パンノニア出身とも、ダルマチア出身とも伝えられる。皇帝ゴルディアヌス2世の死生児との噂もあったようだが、おそらくは非戦の出と考えられている。皇帝、ガッリエヌスを侵略して、定位を散脱した。268年に定位についてほどなく、パンノニアに侵入した、ゴート族を自ら出陣して破った。 この時に後に皇帝となるルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスも将軍として従軍した。これによって、ゴート族をドナウ側より後退させた。そのため、ゴート族を制したものという意味のゴティクスの天命を得た。この後数ヶ月後、同年にアルプス山脈を越えて、ゲルマン人の一氏族、アラマンニ族が来航すると、直ちに軍を向けて、これを破った。また、 ガリアやヒスパニアに拡挙していたガリア帝国の攻略に取り組むも皇帝マルクス・ピアオニウス・ウィクトリヌスの奮戦にあった。ガリア帝国が最終的に滅ぼされたのはアウレリアヌスの治世下であった。269年にバンダル族がパンノニアに来航するとこれに兵を向けたが人中で薬病にかかり270年1月に没した。 クラウディウスの後継に弟、クインティルスが即位したが、アウレリアヌスに打倒された。ローマ皇帝群像によれば、テトラルキア時代のローマ皇帝の一人で、コンスタンティヌス一世の父である、コンスタンティウス一世は、ダルダニアから来た貴族エウトロピウスとクラウディウスと、クインティルスの名クラウディアとの間に生まれた息子である。つまり、コンスタンティウス一世は、 クラウディウスとクインティルスの王位に当たることになり、コンスタンティウス一世の子孫たちは、クラウディウスやクインティルスと血縁関係を持つことになる。しかし、この系譜は、コンスタンティウス一世の孫に当たるコンスタンティヌス二世による、鉄像で、地位が高い二人の末裔に見せかけたかったのだろうと、多くの歴史家は考えており、コンスタンティウス一世と、クラウディウスやクインティルスとの間に、 血縁関係は存在しないとの見方が有力である。ありがとうございます。